エアコン消したかな。はい、つみえやき、こんにちは、大西です。今日も型の応用を一緒にやっていきましょう。今日の型は I wonder if 主語動詞というパターンです。これは不安な気持ち、何々したかなという不安な気持ちを表すときに使います。ではやっていきましょうね。最後感情を込めて音読までやっていきましょう。 1. エアコン消したかな。お出かけした後にね、あれエアコン消したかなって時ありますよね。そんな感じです。はい、言ってみましょう。 I wonder。 はい、この後に if 節ですね。 If I turned offThe air conditioner. はい、こんな感じですね。解説します。はい、もう I wonder if 主語動詞で覚えちゃっていいんですけど、一応紐解くとですね、I が主語、wonder。これは不思議に思うという動詞なんですね。はい、そして if のパッケージです。これ名詞節ですね。ここ全部が if でピューっとくくられて、目的語になってるんですね。はい、 if は if のパッケージで文章全部を何々かどうかっていう名詞節を作れるんですね。はい、ここは if でくくることで何々かどうかということっていう名詞なんですよね。はい、中身を見ていきましょう。 if の中にまた主語動詞がありますね。はい、 turn off 何々っていうのは電化製品の電源を切るということですね。電化製品はもともと何事も回してつけたり消したりしていたわけなので、今はねタッチパネルとか念力とかあるかもしれないんだけど、はい、回してたわけですよね。だからオンの方に回すと電源をつける、 turn on ですね。オフの方に回すと電源を切る、だから turn off になるわけですね。はい、ここは ed がついて過去形ですね。私は電源を切った、何の the air conditioner のっていうことですね。空気を調整するものだからですね。はい、エアコンの電源を切ったかどうかと不思議に思うってことなので、エアコン消したかなっていうことになるわけですね。はい、この if sv、 if 主語動詞で、この目的語名詞節を作れるわけですね。はい、 I wonder if 主語動詞で不安な気持ち、何々したかなという意味になるわけですね。 OK、 number two、 本当かな、言ってみましょう。はい、 I wonder。 はい、また if 節を作ります。If it's true。 はい、今回シンプルですね。はい、解説します。はい、同じく I wonder if 主語動詞ですね。はい、この中にまた it が主語、 be 動詞、 true が保護になってますね。はい、この if 節がパッケージとしてセットされているわけです。はい、それが true、 真実かってことを不思議に思う、だから本当かなっていうことになるわけですね。3. 窓全部閉めたかな、出かけた後とかにね、雨が降ってきて、あれ全部窓閉めたっけみたいな感じですね。言ってみましょう。 I wonder if I closed all the windows。 はい、こんな感じですね。はい、解説します。同じですね。 I wonder if 主語動詞ですね。はい、 if のパッケージがこちら。はい、中身が I が主語、 closed が動詞、 all the windows が目的語ですね。はい、私は全ての窓を閉めたかどうか不思議に思ってる、だから閉めたかなになるわけですね。 OK、 for 彼女大丈夫かな。はい、言ってみましょう。はい、 I wonder ifIs okay。 はい、こんな感じですね。はい、まあ、彼女なんか、まあ、大丈夫かな、一人で大丈夫かなとかね、やれてるかなとか、そんな感じですよね。はい、 I wonder if。 はい、また if のパッケージがこちら。はい、 she が主語、 be 動詞、 ok が保護ですね。彼女 ok かどうかを不思議に思ってるから、だから彼女大丈夫かなっていうことになるわけですね。 ok、 5。自分のパソコン持って行った方がいいかな、まあ、なんかセミナーとかね、勉強会とかに自分のパソコン持って行った方がいいかなと言いたい時ありますよね。はい、同じく I wonder if I should bring my laptop。
はい、こんな感じですね。はい、同じく I wonder if、 はい、if のパッケージがこちらですね。はい、中身を見ると I が主語、 bring が動詞、ラップトップが目的語ですね。はい、 should は助動詞ですね。何々したら良いという助動詞ですね。私 bring した方がいい my laptop をということですね。このようにこの if 節はこうやって助動詞が入ることもありますね。はい、時制も現在形の時もあれば過去形の時もありますし、もちろん未来形の時もありますね。はい、名詞節、 if で名詞節を作るので、この、文章の中身はいろんな時制が来ますよということですね。はい、ラップトップは、ノートパソコンのことですね。お膝の上に置いて使うのでラップトップと言います。はい、この I wonder if、 はい、不思議な気持ち、どうかなみたいな気持ちを持って読んでみましょうね。 Number one、 エアコン消したかな。 I wonder if I turned off the air conditionerI wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner.I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. I wonder if I turned off the air conditioner. 2. 本当かな? I wonder if it's true.I wonder if it's true. I 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 wonder if it's true.I wonder if it's true. 3. 窓全部閉めたかな? I wonder if I closed all the windows.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 I wonder if I close all the windows. I 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 wonder if I close all the windows. 4.彼女大丈夫かな? I wonder if she's okay. 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 I wonder if she's okay.I wonder if she's okay. I wonder if she's okay. I wonder if she's okay. 5. 自分のパソコン持って行った方がいいかな? I wonder if I should bring my laptop. I wonder if I should bring my laptop. I wonder if I should bring my laptop.I wonder if I should bring my laptop. I 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 wonder if I should bring my laptop.
I wonder if I should bring my laptop. I wonder if I should bring my laptop. Okay, 今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye.